お疲れちゃんスラッドです。今日はですね、こちらのスケルトンルッシュデッキやっていきたいと思います。はい、こちらですね、現在グランドチャレンジの12勝で勝率が一番高いデッキとなっております。なのでグランドチャレンジ使う際はね、ぜひ参考にしてみてください。なんかずっとね、上位2位とか1位とかにねラバがいたんですけど、ラバルですね。はい、こちらが1位になりました。まあなんで今日はこちらのスケラーやっていこうと思います。で、スケキンの枠はなんかゴルナイバージョンもあったりとか、そう、マルチではゴルナイとかマスケキン、まあ、両方で使われてて、まあなんだろうね、チャンピオン持ってねえよって方は、まあアンパイはもうバルキリーですよね。まあバルキリーかダクプリーでもまあ同じような、まあ気持ちを同じような役割にはなると思うので、まあ使いたかったらバルキリーがおすすめかな。まあ最後ダクプリーでもいいんちゃうとは思います。さあ、ゲンさん、よろしく。ルーンサイクルバルンですね。でね、こういうスケルトンラッシュね、僕大好きなんですよ。なんか、なんて言うんだろう、昔はね、こういうスケルトンラッシュばっかだったんですよね。そう、まあ、チティエンスケラ、まあ、トルネアリもありますけども、トルネの入ってない、なんだろうな、形が、対空2枚、対空2枚入ってて、施設1枚で、ポイズンタルのムートスケラみたいなのが、僕すごい大好きなんですよ。よく使ってたんですよ。そう、なので、このスケラは、ちょっとなんて言うんだろう、昔を思い出すと言いますかね、僕の大好きな方なので、さ、勝ちたいところではあるんですけども、ペッカっぽいんですけど、ペッカじゃねえ、あ、ペッカだ。さあ、まあこれはもう防衛スケラをやります。しょうがないです。よいしょよいしょ、いいんちゃう。なんなら樽まで打ってもよかったかもしれないですね。なんか今みたいな、ちょうど陸受けねえじゃんみたいなことがあった場合は、まあ、ペッカに対して、あとはプリンスに対して防衛スケラーありかと思います。で、まあスケルトンラッシュ使ってて防衛スケラーはね、結構やると思うんでね。はい。いいと思います。さあ、若さの樽が。いいね。間に合ってく。あ、めっちゃうまいザップ、それ。今ので一発痛いね。まあでも今回のこれはスケキン、墓石、ザッピーあって、意外と陸受けは優秀の方だと思うんで、あんまなんか防衛スケラーをする機会は少ないかもしれないけど、スケルトンラッシュ自体で考えたら結構多いかもですね。うん。さあ、どうしようかな、これ。ガゴいないタイミングって意外とチャンスなんですよ、これ。ザッピー残るな。熱い。ガゴが回んなければもうこれ結構熱いぞ。さあ、ムートが入ってる。あ、ムーティー、いいよ。バカ入ってくタルタイ、あ、ザッピータイ、んザッピちゃん、いいからのな、もう一回おかわりいけそうだね。あ、この防衛はどうなんだ。メガゴもいたんだけど、別にメガゴでもよかったかもしれない。まあまあまあ。さあ、これ相手メガゴ意外とだるい説ない。スケルトンラッシュ打っちゃう。メガゴいないんだよ。メガゴいない？対空ないんだよねって思ったら。甘えたな、これ。あれー、ポイズン打ってもいいけど、打たなくてもそうだな。俺これ多分もう妹ときゃ勝ち説があるので。よいしょ。さあ、陸が多いぞーでガーゴがいるから、ポイズン打てないなら打たない。ポイズン打てるなら、おい。さあ、これ後ろに行きましょう。はい、でも警戒してますよ。スケルトンラッシュね。いいんじゃない？メガゴがね、最近やっぱね、ハンターだったりとか、あんまいなかった気がするんですけど、メガゴがめっちゃいい味出してんだな。いや、墓石なんだこれ。ふざけてるような墓石になっちまった。おい、からの？ここはもうタルスケラ、ポイズンまで行っちゃおう。なんか来る。で、初めて登場。スケルトンキングの、さあ、スキル。はい。漏れ漏れ漏れー、溢れ出してないっす。ということで、まあ、スケキンのスキルは刺さればね、もっともっと活躍するかなと思います。ゴルナイもね、スケルトンラッシュの近くにやっぱ相手はユニット出すので、ダッシュしやすくなって、意外とね、ゴルナイも刺さるとかあるんですけども、ゴルナイバージョンで気をつけることがあって、キング起動、されやすいですね。はい。上手い人だとね、マジでしてくるんで、なんか昨日、クラコーがあったんですよ。昨日じゃねえな。そう。2日前か3日前ぐらいに、クラコーっていうね、イベントがあったんですけども、
そう、そこでね、ラット先生として、ちょっと大会とかやってるんですけど、まあなんか興味あれば、ツイッターかな？はい、クラコとかで検索すると、まあ誰でも入れるんで、そういう学校みたいな、はい、ディスコードでぜひ入ってほしいんですけども、そのクラコでね、マジゴルナイをね、ギャングでキング起動されるっていう、いや、うますぎやねっていう、しかも、プリンセスタワーに一回も頭突きされずにね、なんかもうギャングをこの辺に位置に出して、そう、神キング起動とかもちょっとされちゃったので、そう、ゴルナイ強いんですけども、めちゃくちゃ上手い人に金起動されます。はい、気をつけてください。そこだけね、スケラーデッキに何だろう、ロケホー、ライドラ、ゴルナイとかその辺はね、まあ比較的やっぱ入れない方がいい。金起動されちゃうから、された瞬間ほぼ負けになっちゃうんでね、スケラーは。このデッキはその代わり金起動されないですね。まあスケキンを、まあ、なんかトルネードといろいろとかされるとわかんないけど、基本的にはされないですね。これこっちにさ、使うとさ、ちょっとめんどくさいっす。ポイズン使う。よいしょ。はい。動かないで迫撃すき銀行もな、小物ちゃんね。で、このデッキは、まあ、見てわかる通り、まあ、ガゴムリ嫌です。はい。ものすごい嫌です。ファイブ来たらマジで。飛んでいくんだよ。すき銀ガゴムリか。くんじゃん。くんじゃん、なかなか。コウモリもいるやつか、いや、コウモリがいねえやつか、ヤリゴブがいねえやつか、どっちかがいねえんだ。お願い、これメガゴ生きたらスーパースター。ああ、その程度か。痛すぎー。さあ、コウモリも辛い、ガゴムリも辛い。だが、勝ちたい。まあ、守って、スケラポイズン、スケラポイズンですかね。中途半端にね、スケラ打っても、コウモリだけの許容とか、なんか小物にボコボコにされちゃうんで、僕はこっからはもう、ガイモです。はい。あ、ガゴマレ。わー、あいのもファイブ削りや。あ、待って、やばい。これガチやばい。お、先読み天才か、これ。もしかして。もしかしてさ、俺、天才だったかもしんない。天才どころじゃないよね。もうチートだよね。相手のしようとすることが分かる。チートどころでもないな、なんか。人間離れしてるよ。ああ、もうこれ無理、これもズルっすからね。はい、あのガゴムリ突破できないんでね、これはでも我慢というか、もうなんて言うんだね、粘るしかない。言うてなんか相手も嫌そうですけどね。ちょっと行ってみる。ハミでなんとかならんか。うわー、これきっちいなー、マジで。あいつさ、スケブ痛いの。きっちいな。お？ワンチャン。ちまちま、入れ。オッケー、あいつ呪文がファイブしかねえからな。オッケー。いや、きっちー、でもきっちー。ファイブ使ったから、もう明確ザッピーで、本気耐え。よし。あれなんかファイブ雑だな。よし。耐える。やばい。いや、でも、いやー、スケキンと小物がスケキンと小物が、ヤクザ。お、だからそのガゴメヤンキーなんだよ。でもきつい。いや、もうこれはね、無理です。俺がチート使っても無理。まあ、こういうスケルトンラッシュはね、その小物系がね、やっぱもう限界トップ来ちゃう。されちゃう。俺がもうどんだけ上手くてもね、よいしょ。相性の前にはね、はい、叶いませんよと
いうことで、まあ、ポイタルの取る値がない方だとこういうのがちょっと厄介になってきますね。まあ、しゃーないですね。はい、これもしょうがない。クララは無理なもんは無理ですから、はい、そうなのね、はっきり諦めるのがいいと思います。諦めちゃダメよ。ちょっとは頑張るけどね、ちょっと頑張るけど限界もあるよと。さあファイスピきましたね。クロス、ロイホグホグ、ドリル。さあここはもう許容できますか。ボンバー痛いけど、ここのボーンを我慢することによってスケラを打てます。さあスケルトンラッシュ打ってからのスケギンのコストがたまったので打っちゃおう。さあウッド打つが漏れがいい感じに、おい。さあ今回の相手は 2.8 ドリルですね。めっちゃ高回転のドリル最近あります。最近あるけどどうなんだいっていう。ウォールブレーカーとか入ってないですね。ファイボウッドのただの高回転。メガゴ強いね。スケキンメガゴスケラ打ってたら多分勝ちぐらいですね。そう、スケキンメガゴスケラを打ちたいですね。なんで、うん、あこれ良くないな。それずるやん。まあまあまあ、マジスケキンメ、あれスケラウキがでもそんな優秀じゃないんで、マジで。まあウッドスケハイスピーか。スケハイスピーはちょっとツリーぐらいかな。インフェム。あ、でもこれ。旅で流れ行こう。よいしょ。メガゴがうぜえぞ、相手。メガゴが。ほら、メガゴがうぜえぞ、これ。ファイボだな。メガゴがうぜんだ、メガゴが。さあ、スケキンが頑張ってる。これメガゴはいい味出すんだよな、ガチで。最近、本当に、ロイとかも、メガゴいないし、なぜかメガゴは使われないんですけども、まあ、圧着とかにやっぱ弱すぎるっていうのあるんですけど、やっぱメガゴなんですよね、時代は。相手はスケラ受けがきついので、ポイズンも別に打たなくてもいいやろ。守っとけばね。メガゴがね、さあ、メガゴフィーバー来たよ。メガゴが、メガゴがバター入る。メガゴがきつそうです。メガゴが一生メガゴゲーしてる。さあここは一回ソウルコール打ってムートメガゴでさスケルトンラッシュ。いやーこれは決まりましたね。もうよいしょー。あなたはこのメガゴ大丈夫。メガゴ一応ポイント打っとくか。完璧すぎるタルババムートが入ってくー。でいいね。さあこれ環境のウォールブレーカーじゃねえわ、ゴブドリですね。まあ、環境のこういうのには強そうですね。さあいいんちゃう。アンダーソンよろしく。いやもうすぐシーズンも終わっちゃうんでね、マジでやばい。トラゲというものをもう忘れてる俺は。さあ基本的にスケラーはねやっぱ待ちたいですね。まあこんぐらいだったらもういくけどな。あーラバクロやないかい。最近ラバクロなんかちょいちょいいんな。増えたかもしんない。なんでエレジェイ、エレジェイに対しての対応策で、あれのエレジェイのやつら体育ねえぞっつって、なんか増えたかもしんないね。いやームーとここで解けるのはちょっと嫌な話。完璧すぎるタルババであれ。いいタルババ。さあラバクロはまあファイボーだったらザッピー無能になっちゃうんで、どうだろうね。メガゴしかおらんやんってなるんですけども、また攻めでポイズン打ったら防衛も終わっちゃうんで、まあ攻めでポイズン打つ時はもうボッコボコにするよっていう時ですね。まあスケブも何でもあるかな。コウモリも、うん、落ちた相手電波かも。
メガゴレちょっと溶かすか。さあまあここは普通にポイズン打って守ります。いやスケラはねマジでスケラ打ったタイミングがその、まあ、有利にもなるしピンチにもなるんで打つかどうかをすごい考えないといけないね。これなんか、まあ、打たなくてもさそうだな。これだけでなんかきつそうじゃないって。そうですよ、ね、なんかきつそうだよ、ね、よしよし。耐えるぞ俺は。俺は頑張って耐えるんだぞ。よし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 。メガゴが、お前その右腕どうなってんだ。ついやん。さあ敵点プレッシャーかけて、それはもう終わり。 OK。 さあスケラデッキですけども、スケトのナッシュはね一回も打たずということで、やっぱ打った瞬間にね、相手にコウモリとかホバとかでね綺麗に守られて、ポイズン打たなきゃやばい、ダメージ入らないつってポイズン打ったらもうねクローンされてパーンピーポーンファーってなっちゃうんでね。今の立ち回り結構いいんじゃない。さあ来たエルジャイです。はい、あなたのデッキは透けてます。スケスケデッキですよそれは。もうスケパン野郎にゃー。さあ今日守りたいね、守りたい。で、でもエルジャイも今の環境ガチで、あの、体育がないので、いや、ラバクロやないかい。ゴリゴリのラバクロやないかい。なんだったんや、さっきのプロフィールは。これがフェイクか。最近流行ってる。いや、これもやばいっすね、僕。てか、ラバクロ連チャンは、なんか、キモくない？キモいとか言ったらよくないけど。あ、今、ヤナメラただ、あっつ、あ、ラバ掘り出しかも。ラバクロと見せかけてラバ掘りです。いやこういう防衛はねちょっとうまいんです。なぜなら俺がラバをよく使うので、されて嫌なことは分かってると。一応これ打っとくかスケトラ。うん、いけ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 、ハミチン逃げる。はい、ナイチンゲールならずね、モンスト最強キャラね。おーん、ポイズン打っとくかこれ。なぜならここでリガーつなげられるとめんどくさいので。さあラバホリーっすね。ラバホリーになったらどうだろうな。ラバ、俺がラバ使ってたら勝ちたいけど、俺がスケラ使ってたら勝ちたいっすね。ザッピーがまあ言ったら最強なわけですよ。まあ全員ミリーになっちゃうんですけど、なんならミリーで残るんですよね。よいしょ。うん、これ天才スケラいきます。かぶります。はい、天才です。これがでスケラ浮きがないんですよこれが。はい、決まってく一撃必殺。まあこれが多分手札ハック、なんとなくの手札ハック。おお、打つけどドローンまでどっからちょっかい出してんだ。待ってめっちゃうまい。なんか消えたんだけど俺の。まあでもザピオくんが、ザピオくんフィーバー来た。いやさっきメガゴ飛んだの痛かったな。もう口がダメだこれって。もうなんだぞ、16の圧でいけるとでも思ったのか。甘い、甘ったれてんなそんなプレイ。うい、耐えます。やばいとか言って落とされそうな、やめてさすがに相手の呪文的に無理でしょう。いいね。さあまあこれがまた5とかだったらね話が変わりますけども、まあそしたらよりスケルトンラッシュのね受けも相手きついということで、いいんちゃいますか。橋前スキキンスキラもバカ強でしたね今。
まあ基本的に今の最後みたいなスケラは結構リスキーっちゃリスキーですけど、相手のデッキ分かってて、まあ時間も時間で、まあ大丈夫だなっていう自信があればもうやり得ではありますね。はい、ラバがちょっと増えてる気もしますね。環境勝率高いですし、ということでまたラバ動画もね上げれたらなと思います。皆さんこちら勝率1ぜひ使ってみてください。よければチャンネル高評価もお願いします。ではお疲れ様でした。またねー。